青森は休業要請が解除されたから日常生活が戻ってきたね。まだ営業再開していない店あるけど、再開しても問題ないね。青森市にはコロナウイルスはいないから安全だよね。営業再開、青森市の夜に活気が戻ってきたよ。営業時間短縮なんてする必要ないね。コロナウイルスいないから安全だよね。青森市民の半分ぐらいはマスクをつけて歩いてないし、接触 80% 減を達成しなくてもコロナウイルス全然いないんだから楽勝だよね。青森市は自由だね。夜遊びやりたい放題できて最高だね。他の県の店も営業自粛とかしないでどんどん営業再開した方がいいよね。政治家と専門家なんて適当なこと言ってるだけだからね。あんな人たちの脅し行為には屈しないでどんどん営業再開していけばいいよね。でも三村慎吾知事は営業再開を OK にしてくれたから、頭のいい、すごくいい人なのかもね。自民党は全然ダメだね。次の県知事選も三村慎吾が当選だよね。信号。ここの店はまだ営業再開していないみたいだね。いつ営業再開するのかね。牛。緊急事態宣言を出した政治家のせいで青森市の経済めちゃくちゃだよ。三村慎吾のような政治家以外の政治家は市民の生活のことなんて何も考えてないんでしょ。閉店とか倒産した店の人が自殺とかしたらどうやって責任取るんだろうね。新型コロナウイルスの初動対応が遅れたせいで日本の経済めちゃくちゃだよ。頭の悪い政治家のせいで自殺者が増えちゃうよ。コロナウイルスにかかってもアビガンとレムデシビルがあればすぐ治るんだから、どんどん営業再開していけばいいよね。過剰に不安を煽っていたマスコミも共犯者みたいなもんだよね。